サミュエル・フランクリン・コーディサミュエル・フランクリン・コーディはアメリカ合衆国出身の航空パイオニア。コーディ・ウォーカイトと呼ばれる人間が乗れるタコをイギリスで製作し用いたことで知られる。生存中から現在に至るまでウィリアム・フレデリック・コーディとしばしば混同されている。マン・リフター・ウォーカイトデザインドバイサミュエル・フランクリン・コーディアイオア州ダベンポートに生まれたカウボーイの王。 キャプテン・コーディという西部劇のショーで巡業した。1889年にマウド・マリアリーと結婚し、妻と劇や拳銃の早打ちなどを演じた。1890年からヨーロッパを巡業した。イギリスでエリザベス・メアリー・キングと親しくなって、その息子たちの趣味がタコであったことからタコに興味を持った。1901年に ローレンス・ハーグレイブの箱だコに翼をつけた設計を行って、第二次防ア戦争で砲弾観測に用いることを提案し、ロンドン近くの各地で2000フィートの高さのデモ飛行を行った。1903年にアレキサンドラ・パレスで大々的な展示飛行を行った。後にボートで牽引されたタコでイギリス海峡の横断に成功した。 軍の注目するところとなり、何度か試験が行われ、1908年には戦艦リベンジのデッキからの離陸が行われた。グライダーにも興味を持ち、1905年には自作のグライダーで、複数回、飛行した。また、陸軍の飛行船、ヌリセクンドス号建造にも関与した。その後イギリス陸軍から予算を得て、イギリス陸軍1号機を開発。 1908年9月には試験を開始した。10月16日には跳躍の記録を1390フィートにまで伸ばす。機体は富士次に破損したものの、この飛行はイギリスにおける重航空機の最初の公式飛行とされている。陸軍省はこれ以降、資金援助を打ち切ったがコーディは独自に飛行機開発を続けた。1909年8月14日、 コーディは5歳のレラ及び元同僚のカッパー大佐を飛行機に乗せ飛行機で旅客を運んだ世界最初の人間となった。1912年のコーディ V はソールズベリー平原にて行われた軍の競技会で5000ポンドの賞金を勝ち取った。コーディは1913年8月7日に彼の後期モデルである水蒸気で遊覧飛行中高度500フィートから墜落して死亡した。 彼は、オールダーショット軍地墓地に、最高の儀礼を持って埋葬された。監修の数は10万人だったと見積もられている。ありがとうございます。